この調子で節電頑張って家族で食事に行こうかな。節電だけじゃなく安心面も考えなくちゃ。太陽光発電と蓄電池を組み合わせるといいですよ。例えば災害とか事故による停電の時でも蓄えた電気を使えば安心でしょ。また夕食時に蓄えた電気を使えばピーク時の電気使用量を抑えることもできて社会貢献できるわけね。正解。